それでは2016シルクロードステークスを見ていただきます。ではその前にですね、先週行われました京成杯と日経新秀杯についてなのですけれども、今回はですねダブル的中ということでおめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、日経新秀杯はそれなりの配当、まあ、3連単それ張りの配当だったんですけども、まあ京成杯非常にこう、まあ、ナメクの攻めたということで、まあ、大きな馬券また今週も届けることができましたので、まあ、京都金杯の3連単大的中に続いて先週中小ダブル的中ということで、まあ、あの今週のシルクロードステークスも期待してほしいなと思います。そうですね、何しろ京成杯は7番人気のケルフロイデに20丸を打っていただきまして、2着に好走、そして3連単78,050円ということで見事な的中でしたからね。はい、まあ、毎週毎週ね、あの的中というのはなかなか難しいんですけども、もちろんあのシルクロードステークスも的中させたいと思って最善を尽くしますので、ぜひこの動画の最後まで聞いてもらえればと思います。はい、ではですね、シルクロードステークスの出走予定している有力馬からご紹介をさせていただきます。ビッグアーサー、ダンスディレクター、サトノルパン、ネロ、ローレルベローチェ、こういったメンバーが出走を予定しています。今回はスプリント路線のですね有力どころが集結しましたが、いかがでしょうか。はい、まあ、近年非常にこのスプリント路線が、まあ、層が薄いという状況がこう続いていますので、まあ、昨年の高松の宮は、あれですね、エアロベロシティですね、海外の馬、そして秋のスプリンターズステークスがストレートガールということで、まあ、ストレートガールはもう昨年末に引退しましたし、そうですね、まあ、あとはもう有力どころで本当皆さん思いつくところといえば、共通で言えばやはりミッキーアイル、まあ、ミッキーアイルこちらには出てこなかったと思うんですけども、まあ、しかしこう主役を張れるかっていうと、まあ、どこまでの存在かっていうところがまあクエスチョンついていますので、今回このシルクロードステークス非常にこう今言ったようなメンバー、アナリウマ、またこう G1 でのこう対戦、また G1 の出走がない馬もこう多いですし、非常にこう力関係の見極めが難しい面白いレースになると思いますよ。そうですね、と中で、いきますと、やはりビッグアーサーが一番人気になりそうですが、この点はいかがですか。はい、まあ、あの割と恒例に、ね、なってから、まあ、頭角を現したということで、まあ、連勝連勝で、まあ、大きく崩れていないということから、まあ、一番人気濃厚かと思うんですが、まあ、前走ダンスディレクターに、まあ、敗れましたようにですね、非常にこの上柱だけ見れば、成績実績申し分ないんですけども、やはりあの強い馬との、ね、対戦をした中で結果を残してきているわけではないので、まあ、今回あの別路線で戦ったことがないメンバー非常にこう多いですから、まあ、この馬がですね、グリグリの20丸本命で、通用するかとなると、そういう結果にはならないと思いますね。なるほど、そうしますとやはり他の馬にも付け入る隙があるということで、楽しみなレースになりそうですね。はい、まあ、他の馬もですね、まあ、G1 の実績はないんですけども、はい、非常にこう連勝続いている馬ですとか、レースのレベル格は低いんですけども、その中でもラップと見ると非常にこう強さを持って潜在能力が高いなということで、まあ、高いレベルでも対応できそうな馬もいますので、はい、まあ、そこら辺も含めて非常にこう面白いレースになると思います。はい、ではそのですね、面白そうなレースということで、この舞台となります京都の芝 1200m についても見ていただきたいと思います。今回向こう上面ですね、直線半ばからのスタートとなりまして、3コーナーまでは上り坂となります。はい、まあ、この上り坂がですね、結局その中山のスプリンター戦にはですね、スタート後に下り坂ということで、非常にこう前半のラップが速くなりますし、まあ、それにこう真逆の形になるのがこの京都の戦になんですよね。やはり前半の上り坂になりますので、はい、非常にこう緩いラップで入ります。そしてその3コーナーの頭からですね、後半は下り坂ということで、一気に加速して速いペースということですから、やはりあの前半ね、あのゆっくりこう足をためた前にいる馬っていうところが有利になりますし、そういったこう前目につけた馬が速い上がりを使えばですね、物理的に差し追い込みは届かないということで、非常にこう展開の読みが重要になるレースなんですよね。そうですね、もちろんあの先行馬が足をためられるような展開であれば、あのもう前に行った馬の有利ということになりますけれども、逆にそこが少しでも速くなってくると、今度は差し追い込み馬にも、チャンスは出てくるということになりますよね。うん、まあ、あの速くなるということは、まあ、あのないので、このレース形態上、まあ、ですからその前が速くならないんですけども、やはりあの戦にっていうのはスタミナで一気に馬力で押し切るタイプとですね、あとはその、
足を貯めて切れ味勝負で早上がりというパターンで、まあ、この戦2っていうのはもう本当にスタミナ型と切れ味型の両極端にこう分かれますからタイプが、はい、まあ、ですからそのスタミナタイプの馬たちがですねこの京都の戦2に出てきますと、まあ、前半足を貯められるのはいいんですけども、まあ、そのまま馬力で押し切るとなった時にやはりその切れる馬にあの後ろから刺されてしまうということで、まあ、敗れてしまって4から7着ということはこう往々にして起こりますから、はい、ですからあの差し追い、まあ、追い込みはちょっと難しいかな、まあ、差し馬っていうのが台頭するっていうのはそういったねあの理由メンバーとの兼ね合いから出てきますので、はい、まあ、その戦2のスタミナ型なのか、それとも早上がりが出せるのかそういったところをやはり先行馬は色分けしていく必要があると思います。なるほど。そうしますとその早い上がりということになりますと、昨今ではですねやはり牝馬の活躍も目立つようなレースですけれどもこのあたりはいかがですか。まあそうですね、まあ、昨年もそうですしもう一昨年なんか 1から3着まで牝馬というふうなところでやはり牝馬は今言ったようにその、ある程度のポジションを取って早い上がりを使えるというところでやはり切れ味の牝馬というのが優位性が出ているというところが一つですよね。やはり前面につけてねあの早い上がり使われますとですねもう物理的にその例えば前面につけた、ある程度のポジションを取った牝馬、仮にですね上がり33秒5で上がったとすればですね、はい、その後ろにいる馬というのはもう32秒台ですとか、33秒台前半というところでね、差し馬というところをどうなのかってなるとですね非常にやはりこう追い抜くというのは難しくなると思いますから、はい、やはりその前面にいいポジションを取れて早い上がりを使えるっていうところの馬、そしてやはり牝馬っていうのは、まあ、今年も注目ですよね。まあ、同時期にこの京都牝馬ステークスがありますから、はい、まあ、普通に考えればね牝馬同士で戦った方が当然有利になると思いますし、まあ、距離も戦2と戦6なんで、まあ、同じ京都が舞台ということで、まあ、そんなに適性も変わらないと思いますので通常であればやはり京都牝馬に立つべき、それを、まあ、わざわざこのシルクロードの方にボーバーとの混戦で出してくるということはやはり賞賛も含めてですね、賞金を狙うというふうなことでの出走になりますから、まあ、今年も牝馬には注目してほしいと思います。なるほど。あとはそうですねどうでしょうか、気になるところとしては毎年人気数の馬が絡んでいるレースかと思いますがこのあたりはいかがですか。まあそうですね、近年臨戦としましては戦2の臨戦からの馬が結構多いんですけども、まあ、このレースが非常にこう荒れるっていうのはやはり距離短縮の馬っていうのがですね、まあ、数年にわたって非常に高穴を出してきたと思います。まあ、2011年はアーバニティですね、これ14番人気で2着、はい、まあ、その次の年がですねケンブリッジエール、これは16番人気で3着ということで、まあ、どちらもね戦4からの臨戦でしたから、やはりそういった自分に合わないような距離で、着順を大きく崩してですね、でその着順を生かした参考にされたそのハンデということで実力よりもやはりハンデが軽かったということで、まあ、大穴を開けるということがですね非常にこう起きていますから、はい、まあ、その条件代わりですとか、まあ、自分に合わない条件で着順を崩し、まあ、それによってこうハンデをある程度、軽くしてもらってということで得意の戦人に戻っているような馬というのは今年も注目する必要があると思います。はい、ではですね、そろそろ現時点での注目馬ということでお願いできますでしょうか。はい、まあ、本番の高松の宮記念はどうかなっていう気はするんですけども、やはりこのレース単体で考えたときはですね非常にこう妙味があると思っていました。まあ、着順を、ね、ここ数戦崩していますのでハンデもそれなりになると思いますし、まあ、冬が非常にこう得意な馬でもありますから、まあ、ここピンポイントということで考えるとですね、まあ、こういった今出てきたような馬たちに言いつける隙も十分あるなと思っている一頭がいますので、こちらの馬注目馬として、無料メルマガの方で配信させていただきたいと思います。無料メルマガまだ登録されてない方はこちらの YouTube の動画説明文の一番上のところにデジマグさんを通した無料メルマガの、リンク貼ってありますのでこちらから登録をしてもらえればと思います。注目馬だけではなく週末にはですね一頭一頭の重賞レースの詳細等も含めて配信の方させていただいておりますので、まあ、そちらの方も参考にしてもらえればと思います。また冒頭で説明ありましたようにですね今月京都金杯大的中、先週の重賞ダブル的中いずれも3連単ですね、大きな回収率続いておりますのでそちらの有料重賞メルマガの申し込み、こちらもですね説明文の方にリンク貼ってありますので、
今週レジマグさんのトップページの方でも紹介をしてもらっていただいております。こちら嘘偽りない情報になりますので、またそちらの説明文を見てですね、入会の方検討してもらえればと思います。またバラ売りで1レース予想基地ということで重賞レース500円のお試しもやっておりましたので、迷っている方はまたそちらの方もですね、利用してもらえればと思います。ぜひ申し込みの方をしてもらえればと思いますのでよろしくお願いします。はい、それでは2016シルクロードステークスを見ていただきました。失礼いたします。